こんにちは。今日も頑張って走っていきたいと思います。今日は水曜日ですので、5キロですね、ランニングしていきたいと思います。ロングランで現在1時10分ですかね。ちょうどレッスンが始まりまして、でその間に、走ったりね、ちょっといろいろ問い合わせしたりで午後をちょっと過ごしていきたいなと思います。今日の天気も最高ですね。朝はちょっといつもね、うわまた寒いなって思っちゃうんですけども、午後になりにつれてもうどん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 暖かくなってくるので、これはもう走りやすい気候になってきましたね。これなんていう花なんですかね、ちょっとわからないんですが、桜が咲く前にですね、このいつも道沿いの白い小さい花がね咲き始めて、でこれが満開になる頃に桜がどんどん咲いてくるんですよね。これなんていうのかな、ちょっとわからないですね。ということで今日もね頑張って走っていきたいと思います。朝からこういう感じだったらいいんですけどね、ちょっと気抜いて薄着したら夜が寒かったりするんで、まだちょっとその辺ね調整していかないとまた体調に響いてきますんでね。で今ね、朝一朝二のレッスンが終わって、それから今日は先にご飯を食べました。でそして20分ぐらいちょっと休憩を入れてからのランニングになります。まあ食べてすぐがねちょっとしんどいんで、ちょっと休憩したからということでね。で最近月曜日になったらやつが来るんですよね。2週連続やつが来てるんで、やつの、YouTube 配信ちょっと見たんですけども、今回ベアチャンネルかなんかでダンダムの高木先輩に聞いてみたみたいなやってましたね。まあ彼はひょっとしたら忘れてるかもしれないんですけどね、まあ、高校時代はそういうダブルスを教えていたんですけども、やつは、もう最初は名もない選手だったんですけども、まあ、先輩にしごかれたり先輩たちと一緒に練習することで少しずつ上手くなっていって、でダブルスとして活躍したんですけども、インターハイ負けなしだったんじゃないですかね。団体戦選抜でしたね、どっちだったかな、まあ、工藤っていうちょっとね、よく頑張ったんですけども、基本的に争い事が嫌いで、あえて先輩たちが怒られてる姿を見るのも嫌やみたいな性格の子がいたんですけどね、まあ、その子と組んで選抜も負けなしちゃったんかな。結構頑張りましたよね最後の年。でもそれもこれもあの練習もしたしこの練習もしたっていうね、そこに至るまでの、まあ、努力によって結果が生み出されてますん でただ打つ練習じゃなくてね、その頃は眼光陣でやってたんですけども、だから私が高校の監督やってる時は前の平行陣ができる選手は前の平行陣、教えて、眼光で行きたいもしくは眼光の方がいいと思った時は眼光用の練習メニューがちゃんとありましたんで、まあ、それをねしっかりやりきれば
大体の、ダブルスはね勝てるようになるということやったんですよね。まあ上村も最後僕たちがベンチ入ったんですけど、まあ唯一全国大会には団体でちょっと行けなかったと、あの時は失敗が2つありまして、まあそれはあえて言いませんけども、やっぱダブルスはねしっかり、ここっていう時に勝ってくれて、あとシングルス勝たせることができれば全国やったんですけども、あれちょっと失敗しましたね。あれはちょっとだいぶ失敗しました。やっぱ反省がありますね。まあちょっとやっぱり過去ね、団体戦勝率は結構良かったんで、ベンチ入った時、まあ、団体戦も優勝しましたしね、いろいろやっててもやっぱりそうなるんで、やっぱり勝負の世界っていうのはちょっとしたことで勝ったり負けたりしますよね。でその後になって気づくんですよね、冷静やと。まあでもその時はちょっと気づいてたんですよね、これはまずいな。でもそれがちょっとできなかった、ね、まあ、それはまたおいおい話していきたいなと思うんですけども、まあでもそれもこれもいい思い出ですよね。まあもう監督をすることはこれから縁がない限りはしないと思うんですけども、監督をするようなことがあればそういったね経験も反省踏まえてまた頑張ってみたいなとは思うんですけども、まあ今はジュニア育成にあたる環境づくりですよね。やっぱり環境がめっちゃ大事なんで、一生懸命やればそこそこやっぱ上がってくると思うんで、あとはそれを継続してできるかというね。で今は何もやっぱり進学がネックになるんで、どれだけ強い選手も進学によって一気に変わっちゃうんでね、まあ、この辺をどうやって、クリアしていくかっていうのはこれからすごい大事なことですね。だから、まあ、やっぱり今思うのは、まあ、将来の不安があるからといって今を犠牲にしてはいけないなというふうに思うんですよね。で興味とか趣味とか、そういうところから学べることもありますし、結果的には同じぐらいの、偏差値も取れると思うんですよね。例えばまあ、テニスやる、で試合に行く、海外回る、そしたら英語が必要になってくるというような形でね、より英語の必要性が分かって集中して英語の勉強ができるようになるということとかもやっぱあるん でテニスといったらグランドスラム、場所はどこみたいなところから、まあ、地理や地政が地政学が学べますしね。だから趣味と興味、好奇心から違う観点から学びを入れていくという方法がやっぱ今の学校では難しいと思うんですよね。そういったところこれからはどんどん変わってくると思うんで、ちょっと期待したいなと。もしくは自分でそういう環境が作ることができればねいいと思うんですけども、まあ、それがまず長尾谷の通信制の学校であったり、上村の大阪学習センターの形であったりしてたんですよね。まあ、それによってみんな
それぞれ大学行く、専門学校行く、しっかりできてますんでね。だから将来の不安があるからといって闇雲に、学校行って勉強して、塾行って勉強して、もみくちゃになるんじゃなくて、今自分が趣味や興味とか好奇心があるんであれば、それをしっかりねサポートしてあげられるような環境の方がいいと思うんですよね。でそっからまた学びが必要であれば大学行くことも可能ですし、今は大学に行かなくてももう YouTube で勉強することだって十分できますんでね。ですから、まあ多様性と言われてる時代なんで、3年中学、3年高校行ったらはい大学4年行ったらはいいい会社に就職みたいな、そういうことだけじゃなくて、ちょっと違うことも考えてみたらどうかなと思うんですよね。なんかそんなことを今毎日考えていろいろ動いています。勉強するなとは言わないんですけどね、そればっかりになっちゃうんで、もっと大事なことあるやろうとそう思うんですよね。まあこれはもうずっと前からねここで話してるんで、もうええかなと思うんですけども、まあその気持ちはいつも変わらんな。通信制単位制の学校の監督やった時も同じこと思ってたん でそれでしっかりね、達成してるんでね、オリンピック選手出てるんで、部活テニスでやってるんで、嘘じゃないんですよね。過去の栄光かもしれないんですけども、実績なんですよ。だから聞けば聞くほど、スポーツソリューションプラットフォームの構築は、失敗か成功か言うと成功の方に話がいってるんじゃないかなと思うんですが、ただまあそれが成功かどうかはその時になってみないとまた失敗が待ってるかもしれませんしね。ただ今それに真剣に理解してもらえるという活動がまああんまりできてないのかなと思いますね。だから強力なパートナーがいるわけですよ。いやだから何にもなければ勉強し、ただ勉強頑張って、まあとりあえずいい大学入ってればいいんですけどね。やりたいことがあるんであれば、それを今はとにかく頑張るという考え方、そういうのもいいと思うんですよ。言ってんのはそれを置いといてね、違う方向に行ってしまうというのが一番良くないと言ってるだけで、話は全然変わるんですけど、最近ちょっと思ってることがありまして、近くにね隣へというショッピングモールがあるんですけども、いつもそこでですね、なんか Wi-Fi の勧誘やソフトバンク、ドコモ、いろんな、案内をしているブースがあるんです。そのブースにいつも座ってるのは高齢者ばっかりなんですよね。で僕いつも思うんですけど、あれ騙されてないかなと。なんか若い子
若いお姉ちゃんがそこに立ってて、まあ高齢者の方々が、まあ、話しかけられて話聞いてるんですけども、なんかうまいこと言って契約させられてないかな、いつも心配になるんですよね、あれ。だからちょっとこの間、まあ隣への電話してみたんですよ。店長いますかみたいな感じで。で、あの勧誘ってすっごい気になるんですが、あれ大丈夫なんですかと。トラブルありませんかって。まあ今んとこないみたいなんですけども、トラブルになってるかどうかがわからないかもしれませんよね。いつも座ってるのは高齢者なんですよね。ほんまあれ大丈夫かな。なんかわけわからんこと言って、絶対得ですからやっといてくださいみたいなノルマあると思うんですよね。その餌食になってないかな、いつも思うんですよね、あれ。今度ブースでちょっと言ってみようかな。自ら座るんやったらいいんですけど、勧誘すんなよと。あれなんか見てていつも気分悪いんですよね。また高齢者座ってるわ。誰も見て思わんのかな。とちょっと思ってるんですよね。まあ全然僕には関係ないことなんですけども、なんか気になるんですよ、あれ。本当に得であればいいんですけどね。得かどうかわからない、なんか知らん間に契約してるみたいなことが起きてなければいいんですけども、その可能性十分にありますからね。わからないですからね、だって僕らでも。でそれが結構契約できるかな、今度聞いたろうかな。なんかそんなことを思ってみたりねしてるんですけども、まあ時折前言ってたんですけど、あのカインズのあのペットショップ、あれがちょっと綺麗になってんのかなと思いますね。前見たら店員も2人ぐらい立ってたんですけど、またあれほっぱらかしにしとったら手抜きおるんでね。そんなんどうでもいいことなんですけど、見てたらかわいそうになってくるんでね、ほんまに。ということとかね、なんかなんちゃら警察ではないんですけども、ひどい場合があるんで、それは言っていった方がいいのかなって思って言っちゃうんですけども、まあ50歳になってなんか気になることはもうやっていこうかなと。もう嫌われて怖いこともないんでね。ですから正義感とかそういうのじゃないんですけど、なんか大丈夫かなと。逆に自分が高齢者になってわけわからんままになんかいろんな契約をさせられたら嫌やなと。今の高齢者はいずれ自分がなりますんでね。ですから嫌な思いせしたくないなというふうに思ってるんですよね。まあ変な事件に巻き込まれないようにしていかないといけないんですけどね。まあまだまだ、まあ、パワーもありますので、万が一で何かあった場合は、今体鍛えてますんでね、ダッシュで逃げるという体力もありますんで逃げ切れるかなと思うんですよね。
今日もやっぱ花粉がありますよね。はあ、鼻水が出てきますね。最近はこうキリさんがですね、いろんな病院に行くんで、午後から休みとか午前休みとかが結構あるんですよ。まあでもその分うちのね、ネックになってる日曜日とかその分入ってもらうことになるんですけども、まあそれはそれでこっちは逆に助かるかなというふうに思いますんでまあ今のところは行ってこい行ってこいということで行ってもらってるんですけども、で自分のレッスンではできるだけね打つ回数を少なくしたいんで、まあ私がまあ形式の時も両サイド入ったりしてですね、まあ、ちょっとした工夫はしてるんですけども、あと WBC ね、すごいな、見てて面白いですよね。たっちゃんことヌートバー選手でしたっけね。いいですね、明るくて元気で活躍してますね。ああやって頑張ってる姿見たら応援したくなりますよね。だからまあ大谷選手はもちろんですけど、最近ヌートバーの選手も、ヌートバーっていいんですかね、たっちゃん人気出てきましたね。あのファイトがいいですよね。まあただちょっとあの記者会見ね、あれどうにかならんかな。もうちょっと疲れてるのは分かるんですけども、インタビューでしっかり答えてね、我々視聴者の気持ちをがっつり掴むというのもやっぱり選手の仕事なんですよね。これまあ活躍してくれたらそれでいいやんと思うんですけども、やっぱり視聴者がいるんで、視聴者に対して不安に対する何かメッセージを発するという発信の意味を込めて、もうちょっとね元気に答えてほしいんですよね、インタビューには。でもうちょっとあれ勉強した方がいいですねと思います、インタビュー、そうじゃないと今は WBC でいいですよ、みんな盛り上がってますけど、そういうのなかったらやっぱり発信が大事なんで、発信するコメントがね大事ですから、もうちょっとねなんて言うんでしょうか、ファンサービスの コメントしてもいいんじゃないかなと思うんですよね。なんかあれもっとなんかあるやろうって常に思ってしまうんですよね。外国人選手を褒めるわけじゃないんですが、やっぱアピールいいですよね。特に日本人は、まあ、外国人もそうなんですかね、そういう一言一言とか、パフォーマンスによって
変わるんで、賛否が。ですからもうちょっとやっぱこうコーディネーターいる流れは、まあ、サッカー選手もそうですし、コメントだけでめっちゃ人気出ますからね。コメントの仕方だけで英語が話せるとか話せない関係ないんです。だからもうちょっとあれ考えてやるべきですよね。がっかりですと思っちゃいますね。でもすごいですよね。すごいのはすごいの分かるんですけど、ちょっとコメントな、ふてくされてるように見えるんですよね。ファンあってのって言ってるくせに、全然そういうとこではアピールしないんですよね。そういうことファンが喜ぶような何かコメントあると思うんですよ、記者会見の仕方。ほんまに思ってないからそうなっちゃうんですかね。なんかそんなこともほらっと思ってしまいますよね。応援はしてるんですけどね。じゃあ自分はできてるか、まあ、僕は全然こうやってただ YouTube 続けたいっていうねだけなんで、まあ言いたいこと言ってただ走ってホームページでつなげて連動させて、少しでも、問い合わせがあれば嬉しいなと。あとは、まあ、正直なことをいろんなこと話してますんで、まあ、見てくれてる方々が、まあ、今井という人間がこういう人間ですと。ただこれ、まあ、有名になってですね、もし何か姿勢になるってなった時はちょっとやっぱり雰囲気変えてやりますけどね。まあ、それは以前からテレビ出演で来てるのと同じように、やっぱインパクト大事なんで、まあ、あんなことこんなこと言いながら今日も5キロランもうすぐ終わりそうですね。走ってる時は花粉あんまり感じないんですけど、走り終わった時ね、これどんどん目に来てる、目のかゆみ、鼻のムズムズがどんどん来るんで、見ますかね、めっちゃいい天気。この時間はまだ外に出てる人少ないですよ。夕方になってきたらもうちょっとね、まあいろんな方々が出てくると思うんです。ちょうど今みんな仕事してる段階、まあ、それでも子供の数が増えてますかね。もう春休みになってるんですかね。一応18日から、まあ、富田林に住んでる子限定でちょっとね無料体験会をやりますんで、あえてあの
楽しいんですよね、悪ふざけしてるのが。川に入るか入らないかでね。まあここはそんなに深くないんで、まあ、溺れるってことはないんですけども、そういうちょっとした軽いノリが事故になってしまいますんでね、まあちょっと気をつけてほしいなと思います。今やったらハードワーカーまた川入れるんちゃうかな。あの時ほんまここ最近で一番寒いんちゃうかいう日にね飛び込んでるんで、もっといいとこあるんでそこ紹介しようかな。いつもね毎年ジュニアたちが行ってるちょっとした滝があるとこなんですけど、あそこやばいですよ。あれはあの寒い時に入ったら心臓止まるんちゃうかないうぐらい。ボールが落ちたの取ろうとしてるんですよ。塗らないとほんまに真っ赤っかになりますよ。45分か、今言うとったな。昨日やっぱりヘビー系やったね、筋肉痛ですね。毎週筋肉痛になってる、ね。ここは ダッシュの坂。はい、腕が疲れる。ちょっと日陰に入ると寒いですね。まだこの風が花粉を飛ばしてくるんですね。腕がキリさん電車で来たな。
し、着替えな。汗がやばい。最近チャッピーからラインがありましたね。彼も頑張ってますね、クラブハウス。ずっとやってますよね。気になったらあれ、ライブ配信会社に登録したらいいな。まあ今はチャッピーも自分の世界を見つけてやってるんで、余計なことはちょっと言わんとこうかなと思ってるんですよね。ということで、午後の取り組み頑張っていきたいと思います。